あー、鉄砲ナマズのゴロウくんね。ヌライはまず、序盤がまずい。悟空だからね。疲れ太郎までだとしても悟空だからね。ヌラリはいけると思う。あー、ヌラリいけるか。ブシヤン読んでいく。あ、じゃ、ブシヤンさん、シリーズ。ブシヤンさんのアタッカー1じゃねえや。ブシニャンさんのヒーラー1がいいんかな。そしたらババンはね、回避があれば何でもできるから。回避なし縛りババンはちょっと一番しんどいかもしれない。回避疾風があれば、やばいやばい、いっぱい来てる。いや、当たらないんかい。足速いなこのキャラ。強っ。うわ、地べた。よしよし、なんで巻き込まれてるんで、このまま、はい、ここ、よし、ビビビーム当てて、あ、そうか、全ステアップならこれありがたいね。いや、ちまて、いやー、ちょっと多いな、敵が。ちっこいのがいっぱい流れてくるから、耐久でもいいね。撃つぞーからが、撃つぞーから放つまでがちょっと長いから。インド、待て待て待て。一冊来てんの、いつの間にか。そんな削った？役割分担がとてもできている素晴らしいチームと言えよう。やばい、めっちゃ来てる。一周来てる。よし、やばい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 。マジかよ。マジか、あとちょっとだったのに。やってる？あ、ナイス。昼間戦優先となりそうだね。いい判断、それは。ありがとう。全弱して、こっちは全ステップ、こっちは全弱。当たる！よし。で、G 誰か取ってもいいね。うん。あー、オロチ取るか、G。あ、ナイス。体調が G 状態になった。ごめんなさい。いや、全然いいよ。全然いい。誰かが取らないといけなかった。ババンの雑魚はパトロールのと大して変わらなかった気がするから、そこまで脅威ではない。あ、そういう感じね。なるほど。これは吸収が、危ね。どっからでもできるからいいんだけど。物理アタッカーはやっぱ、池の端っこの方来てもらわないと。釣られたろう、丸に。おし、ビッタン来るね。やっぱ、発動までが遅いから、すごくありがたいわ。こいつと戦ってる俺は、みんなは釣られたろう、丸を頼む。全部スポンサー提供。へぇー、スポンサー提供どういうこと？ここ！あれ、あぶね。今誰のでいった。いや、これは勝ったでしょ。まあちょっと、まあまあ分かんないけどね。どっち来る、頼む、ハンドゲン回ってくれ。どっちどっちどっち向いてる。あ、 こっち。よしよしよし。ブリー隊長の走り方で把握するわ。オッケー。さあ、どっから来る。じゃ、蘇生任し、やらし、やってもらって、はい、UK。593でかかったな。ブリー隊長の気合の一発か、今の。めちゃくちゃ強いな。さあ、これあと2、3回やったら勝ちか。さあ、来てる。お、ナイス。ナイス、ステアップ。これはありがたい。投げすぎアタック当たるか。これは、いったろ、これ。ん？何？猛毒回避覚えたダークニャンとかもあり。あ、いいね。猛毒回避ダークニャン。前回赤招き G は猛毒大回避ダークニャンで言ってる。猛毒回避。回避は覚えてねえか、俺のダークニャンは。猛毒とあとなんだっけな。そう、独人やると強いんだよね。誰か独人行ってもいいかもしんない。勝てないキャラっていうのは。さあ、ゴロをやってくれてるんで、俺はじゃあもう、釣られたローマル行って、来た。よし。で、全弱して、いや、ドンマイだな、これは。ただ、来た。確定演出。さあ、これ当たる。これマジ。振りじゃなくて、振りじゃなくて全部避ければ勝てる。あ、来てくれたわ。なんか。あれ、必殺出さない感じ。オッケー。当たる。アップね。アップ。吸ってく。いや、これもう行っちゃおう。みんな行っちゃおう、これ。ナイス。来ました。